というわけで、ドロップドロップアップ中村克也です。グラフィアム効果って第2弾ということで、サブスク、次の曲、上がる日にち決定しました。それが27日、明日です。で、上がる曲です。何でしょうか？それをね、今日は先行視聴という形で、ここでね、みんなで聴いていこうと思います。それではね、早速聴いていきます。さあ、何でしょうか？こんなん行くで。この曲はね、まあ、今一発歌詞とかも書くつもりないので、ここにはしっかりね何回も聴いて歌詞とかも読んでほしいなと思うけど、まあ、結構ね面白い物語になっております。で、今回これをアレンジしてくれたのは中村こたつさんという方で、この方も、僕と同じようにサブスクにもね曲何曲か上げてはる方なんでね、ぜひぜひ同じようにチェックしてもらえたらなと思います。まだまだこんな感じでアレンジしてくださるアレンジャー募集しておりますので、ね、ぜひぜひこのアドレスにご連絡いただいてアレンジ手伝うよって方ね、来てくださったら嬉しいなと思います。それとプレイリストの方ね、作り方なんかも上に貼ってたりするので、概要欄に貼ってたりするので、たくさん作ってもらえたらなと思います。まあ、これなんかやったら買い物行く時に聴きたくなるとか、なんかいろいろ作れると思うんで、ぜひぜひねこれからも応援よろしくお願いします。ということで、またサブスクに上がるときこんな感じで動画作りますので、チェックしてもらえたらなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。